い、ピアジオジレラランナーのご紹介になります。はい、こちらなるんですけども、その前にですね、ピアジオジレラランナーって私言いましたけども、なんかどれが名前なの、ランナーがまずこれの名前です。あの車両の名前ですね。はい、で、ピアジオというのが会社の名前なんですけども、ジレラというのはブランドの名前です。はい、昔ジレラって会社があったんですよ。ジラレとかじゃないですよ、ジレラ、イタリアです、会社があったんですけども、1960年代ぐらい、ちょっと昔ですね、にあのピアジオが買収したんです。だからそれまでの、ジレラという名前を消さずにですね、ピアジオ社が持っているブランドの一つとして、ジレラというものが世の中に残りました。はい、そういう中で、ジレラブランドから出しているですね、ピアジオ社のスクーターランナーですね、180、ツーストのモデルになります。はい、ツーストです。スクーター、ツーストのスクーターといえば、皆さん、まあ私もですね、思い出すな、小僧の頃、はい、ディオで、ディオ ZX、ZX とか僕は言わなかったけど、なぜかですね、7.2 馬力だか 7.4 馬力だか忘れちゃったんですけども、なんか出てるだか出てないだか分かんないですけどもね、あの 50cc で、50cc の人は馬力にこだわるんですよ、すごい。で、なんかすげえ速い、俺のスクーターメーター振り切るんだぜとかですね、なんか昔246やですね、甲州街道をそれで、ぶっちぎっていたような気もします。はい、まあそういうですね、昔小僧の頃、皆さんね、スクーター初めて乗った時、ツーストのスクーターうわって、その加速がすごかったと思うんですよ。その頃の感動、まあ、今50のスクーターツーストのフルパワー馬力7馬力ぐらい出てるやつに乗ったからといって、まあまあ加速するよねぐらいなもんだと思うんですよ。もう全然リード100の方が速いよっていう世界だと思うんですけども、あの時の感動をまた再び味わわせてくれるのがですね、このランナーですね、180の 180cc のツーストですよ。 180cc のツーストです。でしかもこれだけ、ホイールベースが短くてですね、シートがすごい高いんですよ。ってことはあの重心位置が高いんですね。でそんなところで、まあ、これ20馬力ちょっとあるんですけども、ツーストのあの加速うわーっとくるのを味わうとですね、なんかウィーしそうになる、ブレーキかけると前につんのめりそうになりますっていうぐらいすごいすごい加速をします。スクーター、まあ、中型スクーターのツーストのスクーターの中でかなり最大級の部類に入ると思うんですけども、まあこうした排気量の、スクーターのラインナップの中ではおそらく一番速いです。一番加速性能がすごいと思います。T-MAX とかですね、スカイウェーブとかですね、あの辺大排気量車あるとは思うんですけども、フォーストの加速とは全く違うですね、異質なやべえよこれっていう加速をしますよ。でしかも軽いし、タイヤちっちゃいからうわーって加速するとですね、どうやって曲がったらいいか分かんないんですよ。普通に大きい中型でこうやって乗るバイクだったら、こうやって曲がればいいみたいなイメージはつくんですけども、こんなお買い物スクーターみたいなやつでこうアクセル開くとですね、もう一気に10キロまでわーっていっちゃうんですよ。すげえ加速するんです。でその中で、あやべえ、俺この姿勢このポジションでどうやって曲がったらいいか全然分かんないっていうままですね、コーナーに突っ込んでしまいますので、加速する際はまっすぐなところでやってください。はい、高速道路に乗れます。このがたいで高速道路ですよ、絶対料金所で止められますからね。はい、ちょっと原付はダメだよって言われます。もしくは ETC バーって抜けるとですね、二度見されます。 ETC がついてますからね。はい、というようなスクーター、これがジレラのランナーシリーズですね。50と125もあると思うんですけども、ツーストは180が最大、フォーストは200の方が最大ですね。今は200のフォーストの方がメインかなだと思いますけれども、はい、なかなか世の中に情報が少ないです。はい、なので私の動画でですね、ツーストのこのランナーはどんなものだろうというふうに思ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですけども、水冷です。はい、まあ、もちろん、まあ、ツーストでスクーターで水冷、あ珍しいな、水冷です。で、ラジエーターコア中に入ってますね。はい、ちょっと近づいてもらえますか。
基本的にですね、水回りのメンテをしようと思うとこの辺外さないとダメです。これをボコッと取るとですね、中にこういろいろ入れるところがありますので、そこから見てもらいたいんですけども、ここから覗くとですね、はい、ちゃんとあのラジエーターコア見えますね。はい、ファンもついてるのが分かると思うんです。これファンですね、はい、これがファンで、私が今さっきからなんとなく触ってるこのエアコンの出口みたいな、これ何か、はい、そうです、その通りヒーターです。はい、ヒータンです。これヒータンなんですよ。これ面白いですよね。でも走ってる最中こうせっかく新しい暖かい温風が出てきてもこう散られてしまうじゃないかってなるじゃないですか。オプション設定でレッグガードみたいなのがあるんですよ。あのこうやってあの乗った時によいしょ乗ってですね、乗ったらここをこうガードする、あの防水の、まあ、雨もガードできるのここに引っ掛けるやつがあって、こう中あったかくできるんですよ。こういうカバーがあって、そのためのリッドです。このエアコンの口ですね、はい、面白いですね。こう無駄に別にこう開閉できなくてもいいじゃんと思うんですよ。別にあのシュラウド代わりなんだから、夏はね冷却しなきゃいけないんだから開いてなきゃいけないし、冬は寒いんだから開いてなきゃいけないし、開閉できなくてもいいじゃんと思うんですけど、ランナーシリーズみんな開閉できます。こういうあの無駄な衣装がですね、無駄って言っちゃったがですね、あの板車のいいところだなって私思うんですけども、はい、でであと仕様で面白いのがチャンバー、はい、ツーストなのでチャンバーがついてます。マロッシのユーロレーシングチャンバー、はい、あのこういう形になってここから出てるものをユーロレーシングチャンバーと言うんです。多分みんなそう言います。アドレス V100 とかあの辺で昔ねこれ流行ったんですよ。アド V とかつけたりとかね、流行ったんです、はい。あとなんだ、あのトモスとかですね、あの辺にもつけてましたね、はい。こういう形をしているものユーロレーシングチャンバーと言います。はい、で、キャブレター、キャブレターいろんなキャブがあります。まあ、イタリアのバイクなんでイタリア製のキャブレターがついているのはほとんどなんですが、こちらはですね、景品ですね、景品の PWK28 がついてます。で、こんな感じの仕様ですね。まあ、ありがちな茶こしパターンです。で、オートチョークではないです。オートチョークではない。だからここにチョークレバーがありまして、これをこうピッて始動の時は上げる必要があります。はい、分かりますか。カチッて言うまで上げてくださいね。はい、それでからエンジンをかけます。はい、エンジンかけたらちゃんとあの直戻してくださいね。はい、まあ、これがエンジンユニットです。はい、シート開けてみましょう。はい、開きました。意外と物入ります。はい、意外と物が入る。でここにあるのが ETC ユニットなんですけど、ずいぶん古い ETC ですよね。これ日本のやつなのかな、わかんないけど、古いのか日本のやつじゃないのかどっちなのかな、わからないですが ETC ユニットが入っております。あ、これ日本製だですね。なのでこの図体ですけど高速道路乗れます。でこの下にバッテリー入ってます。はい、で、通素オイルここから入れます。減ったら補充してください。入れるオイルはですね、何がいいだろう、なんかヘキサゴン、ピアジオヘキサゴンっていうスクーターがあるんですけども、それのイラストが書いてある通素オイルがなんかピアジオだと入れたくなりますよね。はい、私は通 CT をおすすめします。はい、で、ここになんとなくあるこれなんだろうな、これ、はい、これあれです、水冷の冷却水の補充のための口になります。ここにこんなところにこういうのが見えるようにしてるくせに、ガソリンどっから入れたらいいか分かんないっていうような仕様なんですよ。この辺がねなんかイタリアンな感じなんですよね。まあ、どっから入れるかっていうと、こうやって、まあ、これこのまま押せばいいんだ。はい、こうするとここから出てきます。鍵がなくても押せば出てくる。はい、このガソリンです。はい、ガソリンね、ここから入ります。はい、で閉めると、
イタリアのバイクだし速いから、ハイオク入れたい、俺様ちゃんのバイクすごいし中身を洗浄したいからハイオク入れたい、俺のバイク超速いからハイオク入れたい、俺大事だからハイオク入れたいっていう人いっぱいいると思うんですけど、ハイオクとレギュラーはいいか悪いかではなくてですね、組成が違うんです。はい、で簡単に言うと、レギュラーは燃えやすい、ハイオクは燃えにくい。レギュラーは圧縮比が低くても OK、ある程度以上圧縮比が高くなると使えない、ハイオクは使える、そういう差です。わかりますか？質がいい悪いじゃないんです。でツーストっていうのは圧縮比がおおむね低いものです。はい、なので燃えにくいハイオクを入れてしまうとですね、エンジンの調子が悪くなります。はい、スピードが出なくなります、パワーが下がります。はい、なので、レギュラーガソリンを必ず入れてください。はい、エネオスとかに電話するとですね、全く逆のことを言われますので混乱しますけれども、レギュラーです。はい、というわけです。で、あと何を言ったらいいんだな。はい、あとは何だろう、タイヤが非常に山がたっぷり残ってる、たっぷり残ってます。はい、たっぷり残ってる、前後ともたっぷり残ってる。で、こちらのオートバイはですね、ホワイトベースの、ウホ買い取りなオートバイなんですね、あなたのオートバイ次のオーナーさんいい人見つけますよという買い取りで、買い取らせていただいた車両です。前のオーナーさん非常にお金をかけてメンテナンスされてます。はい、なので、その整備記録っていうのが残っておりますので、個人情報が割れない範囲で、それはお渡しいたしますので参考にしてください。かなりきちんと整備されている車両です。はい、ただしきちんと整備されている車両とはいえどですね、それはイタリア車、イタ車のスクーターでツースト、昔のモデルにしてはという話ですよ。はい、基本的に外車なんです。だからツーストなりの難しさ、そしてイタ車なりの難しさ、そして古いオートバイとしての難しさっていうのが三つどもえであるオートバイでございます。はい、非常に楽しいです、速いです、もうこんな楽しいスクーターないです。スクーターの中で僕は一番楽しいスクーターだと思ってます。これが今回買い取りで入荷できると聞いた時、僕は非常に小踊りしたものです。小踊り、どんな風に踊ったかですか？こうやって電話して、どうも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 、本当ですか本当ですか本当ですか、まあ、ぐらいなもんだったんですけども、そのぐらい速くて楽しいんですよ。でも性能がいいものっていうのはですね、引き換えにするものが割とあります。その中では割と壊れにくい方ではあるんですけども、調子が悪くなることっていうのは必ずあります。はい、前のオーナーさんがその何ていうんですかね、調子悪くなるポイントかなり潰してくれてます。はい、感動的なまでに潰してくれてます。潰すっていうのはこう壊すって意味じゃないですよ。そういうところをメンテナンスするという意味です。はい、そういう意味でかなりメンテナンスしてくださってるんですね。だからこそ私これをですね、次のオーナーさんに自信を持って進めることはできるんですが、理解してくださいね。はい、ツーストなりの板車並みの、古いバイクなりの難しさというものは必ずあります。はい、っていうのはもしかしたらこのままオイルやですね、油脂類の交換だけでノーメンテでずっと走ってくれるかもしれない。はい、調子いいんでそんな雰囲気を受けます。私の感覚ではですよ。そうかと思ってたら、突然行った先でですね、プチって止まっちゃうかもしれない。はい、でやべえプラグ持ってねえよ、でプラグ持ってなかったからためにレッカーとかですねあるかもしれない。はい、何か他のトラブルも起きるかもしれないなんですけれども、そうなんですが、それを差し引いてもですね、非常にこういった状態で出てくることは稀です。はい、価格も安く設定させていただきます。自分自身そう思ってるだけですかね。安いか高いか皆さん決めてもらいたいんですけども、はい、非常にこうワクワクするオートバイ、はい、全国納車に伺っております。どうしてもですね、私
行く方向で2台以上まとまらないといけないので、予定がですね、重なっているときは陸送いかがですかというご案内をすることもあるんですけども、基本的になるべく私はお伺いするようにしています。で、名義変更込み、基本的な整備はですね、油脂類交換、液量交換、バッテリーも交換させていただきます。はい、で、やらせてもらいますので、そうですね、もしイタリアンスクーターランナーお探しの方いらっしゃればですね、どっから出てきた車両かわかんねえというものではございません。これかなりちゃんとした人とまでしか言えない。それ以上のことが言いたいけど、かなりちゃんとした人です。はい、ちらっとでも言えないんですけども、かなりちゃんとした人がかなりちゃんと乗ってたオートバイなので、そうですね、もし見学にいらっしゃって、お買い上げになりましてですね、そこまで来たらですね、ちょこっとだけ触りを教えても構わないと思うんですけども、非常に、ビビる内容の方が乗ってたので、僕はちょっと恐縮な、これもご覧になってると思うんですけども、すいません、ありがとうございます。はい、という形でやっております。乗り出しの価格です。はい、この機会にもし、ランナーお探しの方いらっしゃればおすすめできる1台です。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで乗ってみましょう。いきますよ。こんな感じで、入っていきますけれども、はい、なかなかもうこの段階で結構音がですね、スパルタンな感じ、いきなりワープしました。はい、いつもの風光明媚な場所ですね。はい、ここを走っていこうと思うんですけど、おー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 っと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 、おーおー、危ねえ危ねえ危ねえ、あーもうすぐ加速して、あっという間に法定速度だぜ、というわけで、U ターンするんですけども、はい、ごく短いところをですね、走ってみました。はい、こうやってすぐにこう、もう加速が一瞬なんですよ。びっくりするぐらい、徐々に開けないとオラオラですね。はい、徐々に開けないとオラオラな感じになっちゃいます。はい、今これカメラがですね、バイザーに装着してるんで結構揺れて見えますけれども、私自身乗った感じはそんなになんか揺れる印象はないですね。はい、でこのように走っていくと、なんかこう揺れるとこ振動があると、振動とこのエンジン音でですね、必要以上にこれ速いっぽいですね。速いっぽい、映像が速いっぽい。はい、そんな感じで、これ私が乗っているシーンをですね、撮ってみたんですけど、どうですか、どうですか、こうやって前傾すると速いっぽいでしょ。でまたこう体をこうグイッとこう内側に入れるとなんか速いっぽく、はい、どうですか。別に決して速くはないんですよ。昔そういえばこれが発売された時にですね、 YouTube かなんかの動画でスーツを着た人がランナーに乗ってローマの街を膝擦りしながら出勤していくっていう映像がありましたね。今も見られるのか分かりませんけれども、はい、もうあとはこれ帰りですね。はい、こんな感じで、ランナー非常にもうおーっとっとめっちゃ楽しい、はい、オートバイです。こんな感じでいかがでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。はい、絵になるね、ランナーどこでも。